はいどうも、サスノーです。お久しぶりですね。今日はね、ディスカス水槽、このディスカス水槽に前々から言ってたね、フィッシュレット、こちらを入れていきたいと思います。でね、フィッシュレットの威力が知りたいから、事前に糞をね、貯めといてもらいました。もりもりですね。で、今回使うフィッシュレットなんですが、これね、ごめん、びっくりしちゃったね。で、今回使うのは、これね、フィッシュレット。で、知らない人もいるかもしれないんで、入れておきますね。水槽の中にこのフィッシュレットってやつを入れると、まあこうやってさ、糞がたまるわけですわ。ことね、こういうベアタンク系の水槽だと真下にあえてたまるじゃないですか。でそれをエアポンプの力でね、ファンの回転によりね、こうシューってバーってシューってガーっていくわけですよ。一番よくわかんない。で、これだけじゃ怖いんで、このパワーリフト、このね、ファンを3個にすることによって、よりこう吸い込みがね、強くなるっていうね、ということで買ってみました。筋力 30% アップって書いてありますからね。この状態で、まあ、どんぐらい吸うんだろうっていうのを検証したかったんですけど、まあ思いのほかうんちしてないんで、これ入れてっていうほどできねえなとか思って、なんでいきなり3個つけた状態でね、ぶち込んじゃおうかなとか思いますが、果たしてね、いかほどか。で、またこの60センチにね、こいつ入れるもんだからね、結構存在感すごいんじゃないかなとか思うんですけど、まあいいや、一回入れてみましょう。はい、特に組み立てることも何もないんですけど、ここのね、フィンのね、拡張だけちょっとやりましょうか。こんな感じです。長いよ。長いよ。で、今回、よいしょ、使うエアポンプね。こいつね。水深。このメジャーなやつね。水深使います。じゃあね、早速水槽に入れてみましょうか。入れてみたんだけど、存在感、すごいね。やっぱり相当な存在感。じゃあ早速空気入れてみよっか。スイッチオン。これ回ってなくね。これ回ってなくね。失敗してるね。回ってないよね。ちょっと直します。これね、全然ほら何にも回ってないんで、ちょっと直しますわ。さあさあ、回してみました。ギュンギュン回ってるよ。で、問題のね、ゴミなんだけど、って感じ。って感じ。これもっとなんかこうシュン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 取ってくのかなとか思ったんですけど、まあでも入ってんのか。ちょっとずつ吸収してる感じなのかな。まあ吸収してんのか。
そんなこうギュルンギュルンこう吸い込まれるわけじゃないんだね。まあ、こうお魚さんがシュッてきた時にここを舞うじゃないですか。舞った時にこうスポポポポポーンってこうスポポポポーンって入るのかな。そういうのをねちょっと期待していきましょう。まあでも、取ってはいるんですね一応ね。あでも結構ポン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 吸収されてる感がありますね。これちょっとね、今入れたばっかりじゃないですか。これ1時間後どうなってるのか、ちょっと見てみましょうか。この状態でね。ちょっと1時間待ってみましょう。はい、1時間経ちました。まあ、残ってますね。多少ね。残ってるけど、フィッシュネットの中には、だいぶね、うんぴっぴがね吸収されてますわ。で見てたんですよ。別にまあ1時間ぼーっと見てたわけじゃないですけど、ちょっとねやべえやつになっちゃうんでそうなるとね。まあ見てたんですけど、やっぱね近くに来たものは吸収するんだけど、こういうところにあるものはちょっと吸収できないみたい。で3個ファンがついた状態でこの吸引力ってことは、1個だととてもじゃないけどね拾いきれないと思います。ただやっぱねこうちっちゃいのがね流れ着くじゃないですか。ちっちゃいのは吸収されやすいんですわ。でこの子たちね体がでかいから糞もねそれなりにでかいんで、やっぱああいうのはねなかなか吸収できないみたい。でもねたった1時間でまあ大方ね回収したんでね、やっぱ性能的には優秀なんだと思います。自分はねいい買い物したと思いました。これからもね使いたいと思いますこれは。まあ存在感はねすごいですけどね、60センチにはね、これ以外でも方法がないなとか思うから入れときますけど、60センチにはねでかいかと思います。120とかね90とかだったらねまだそこまで存在感ないかなと思うんですけど、まあ120、90のでかいねアロワナとかね、あの辺飼ってる方たちの水槽ではよく見ますからね、フィッシュレットね。だからやっぱりそんだけね多くのアクアリスとか使ってるんだったらいいんだと思いますね。自分もねいいと思いますこれは。でやっぱりねファン1個より3つの方がね、何回も言うけどねいいと思います。じゃあねこんぐらいにしとこうかな。まあ自分的にはねいい買い物したと思いますけど、まあみんなビビっちゃってるんで、ちょっともうちょっと様子見ようかな。あんまりにもねみんなビビるようだったらちょっと考えるかな。あんまビビられるとねちょっと困っちゃうんでね。全然動かないんですよ。まあまあ慣れるかな。もうちょっと様子見てみよう。でもまあゴミはねすごい回収するんでいいと思います。はい、じゃあね今回はこの辺で終わりたいかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。では